ナイス、いい当たり取ったじゃん。いい当たり取ったね。皆さんこんにちは、ただいまの日付こちら10月の27日でございます。なんと本日新エサのヤグラが発売ということで、もう今日入荷されたので購入して、そして今日釣りして、そして今日カネアンに編集を頼んで本日中に配信をしたいなと思いましてやってまいりましたね。ヤグラの入荷がさ、はい、午前中どの釣り具屋さんに電話しても入荷されてないっていう風に言ってたじゃん、うん、だからさ、ちょっと俺ら入荷待ちでね、そう見張りましたお店の前で見張ってましたそしたらなんとね、ヤグラが届いたんですよ。その模様をぜひ見てもらいましょう。どうぞ。やばい、ちょうどヤグラ来たじゃあ買いに行きましょう。買いに行きましょう。速攻買った、ありがとう。本当筑波の上州屋さんもう最高、今日運が良すぎた。皆さん利用ください。すっごい面白いよね。いや面白い映像撮れたんじゃない。なかなかさ、お店に並ぶまでの映像を撮るのってなかなかいなくない今まで。でも本当なんとか手に入ってよかったです、うん、そして今日は早速餌を使ってみようということで、筑波にある筑波白水湖さんに遊びに来ました、はいはい、じゃあ櫓を見せてください、はい、ということで本日の主役の登場、ルルッタラ櫓。真っ黒なパッケージですごくかっこいいような感じになってます。今時のような感じですね。今日は裏書きにある通り浅棚、提灯、段差の底釣りかな、その3つのブレンドを試してみて3種類の釣り方でちょっと実調していきましょう、はい、今日はヤグラを使ってみたということで、ぜひ最後まで見ててくれると嬉しいです。じゃあヤグラまでレッツゴー。じゃあね、ちょっとまずヤグラを使って今回は浅玉セットからまずやっていきたいと思います。今日は3種類やる予定ですのでね、1枚ずつ釣ります。ヤグラの一番の特徴はやっぱ重くてばらけるということですね。なので 重いのでしっかりとこう縦にばらけてくれて狙いの棚まで届いてくれるので、しっかりと食わす、さあ選ぶのを食わすことができます。なんかこのヤグラの餌はばらけ餌なんだけど、すごいパサパサしなくてまとまりがある餌で針につきやすいみたいなので、ちょっと見てみましょうか。じゃあまず浅棚セットの餌を作っていきます。粒線50と粒線砕粒 50cc ずつ入れます。でちょっと軽く混ぜます。そしたら水を 150cc 入れます。こんな感じで軽くかき混ぜたら6分間吸水させます。じゃあその間に今日の食わせを紹介したいと思います。今日はさなぎ玉でやってみたいと思います。あと一応さ、その力玉ハード2も使ってみてよ、黄色の。あ、使ってみる。ちなみにこの食わせ皿ははるか釣り具さんのものです。概要欄に載ってます。じゃあね、6分経ちましたのでこんな感じになりましたので、ヤグラを 200cc、 セット専用バラケを 100cc 入れます。ヤグラパイセン、なんかいろんなものが混ざってる感じ。これ匂いはどう。匂いは僕が入ってみて、なんだこれ、なんていうんだこれ、バラケの葉みたいな匂い。あ、本当に。わ、これは釣れますわ、完璧に。あ、しっとりしてる。しっとりしてて匂いは結構強め。じゃあこんな感じです。完成しました。じゃあ浅棚のセット釣りからまず、はい、矢倉を実調してみてください。はい、頑張ります。じゃあちょっとね、浅棚セットの餌のばらけ具合を見てみましょう。どんな感じなの。
縦にばらけてくる、すごいね、縦にばらけんの本当にすごいね。ほら、縦、全然横に行かないね。ちょこっと周りにもふわってなるよね。うん、これ釣れそうじゃない。うわ、すごいばらけ。おー、ちゃんと残んないシーンも。今日は8尺で棚1本ぐらいでやります。じゃあやっていきます。下のハリス何センチぐらいなんですか？40センチで、上が8センチ。いや、朝棚セット今一番難しいかも。確かにもう秋と冬の狭間みたいな感じだから、ね、そうそうそう。でもそういう時にこの櫓効くらしいから。そう、季節の変わり目にすごい効くらしいよ、櫓って。いや、新餌速攻買って1日で動画作ってって結構しんどいけど楽しいよね。うん、皆さんにお届けしたいからね、最速レビュー早くね最速レビューで、うん、いや、浮いてんね、上に。バラケの方に食ってくんじゃない、下手したら。うわ、それも面白いね。俺2週間前ぐらい吉野でやったらバラケに食ってきたよ。そうね、バラケばっかだったよね、あの時。湧いてたんだろうね、上に。おお、来た。うわ、しっかりした。いいね、いいね。でも、来てるね。うわ、ちゃんと下に食ってる。優しくこう投げます。やっぱちょっと裏書き通りだとバサバサしてる。ちょびっとだけちょっとバサバサしてるような気がする。まあセットの餌だからしょうがないけどね。しょうがないけど、普通のよりは全然つきやすいけど。おお、これは食ってんじゃない。あ、いいんじゃないですか、姉さん。来てます。はい、おめでとう。ヤグラ朝ドナフィッシュ。あ、食わせに食ってんね。ちゃんと食わせに食ってます。あ、よかったよかった、本当だ。おめでとうございます。よかった。いや、ももさん、とりあえず朝ドナおめでとう。とりあえず釣れた、よかった。小ぶりなヘラちゃんだね。本当だ、かわいいね。でも、はい、じゃあちょっと次、ちょうちん行ってみますか。ちょうちん行ってみましょう。レッツゴー。おめえ何でいいんだよ。え、おめえ何にそこ座ってんだよ。私と3種類あるから1種類ぐらいやらしてよ。ということで提灯に移りたいと思います、はい、仕掛け関係はもう発射区の提灯でやるんですけど、粒線 100cc、 トロスイミー 50cc に水を 150cc、 そして給水した後にヤグラ200の BB フラッシュ100という、そういった裏書き通りの餌を作っていきたいと思います。じゃあ作ります。こうやってさ、傾けた時にさ、うん、流れ落ちないぐらい給水させんだよね。そう、6分間 ね。今まだ 1,2 分なんで、もうちょっと待ちます、はい、見て、ほら落ちない、こんぐらいだよね。そしたらヤグラ200の BB フラッシュ100いきます。ヤグラ200似合うね、ヤグラで BB を100。まあでも BB は締めやすさだからちょっと多めでもいいかなと思ってんだよね、俺。200までは入れないけど、まあ100、とりあえず100。お、すごい匂いくる、こっちまで。はい、それじゃあ提灯餌のバラケをまず見てみましょう。いくよーん。あ、さっきより全然、バラケ方が違うね。全然違うね。ちゃんと棚まで持つんだよ、だから。ほら、しかもちゃんと直下にばらけてるね。提灯だから深い棚でもちゃんと棚まで餌が持って、そんで下にちゃんとばらけてくれる。誘いを入れてみたりするとどうなんだろう。こういうふうにほら、ビヨン。あ、全然張り持ちいいね。ほらほら、使いたい。ほら、じゃあ行ってみましょうか。はい、じゃあ提灯行きます。
ちょっとね、重り調節しました。沈没するかしないかぐらいがちょうどいいかなと思って。もう魚が湧きすぎちゃってるね。ほら、これもう魚がね、棚に着く前にほら、食っちゃってきてると思う。すごいね、集魚力すごくない？ね、もう2頭ぐらい売ったらもう寄ってくるよ。そう、これもうまだ2頭目ですよ、これ。ちょっと練り目でやってみました。持たせるの？うん、結構ね、下までちゃんと。どうだろうね、いや、なんかもうこれすごいことになってるね、魚が。すごいな。いいじゃん。食ってるかな。あー、食ってるわ。食ってるね。いや、なんかちょっとでも納得できないな。もう一頭ぐらいやりたいな。食ったね。あ、綺麗。綺麗。太鼓がある。ね。はい、どうぞ。ちょっともう一投やってい い, い, いなんかね、ちょっと納得できないな今。じゃあお願いします。金谷の超攻撃力の名にかけて提灯で釣りてえな、うん、納得の一枚を。先生、超人、超人王座出ようよ、そしたら。わかった。超人王座出ます。すいません。超人王座出ます。ああ、しかもバラケンに来たわ。申し訳ない。じゃあもうドセンターバリバリですよ、だって。バラケンも食ってくるね。まあいいでしょう。とりあえず提灯ありがとうございます。ちょっとほら、ね、見てこのドセンター見てよ。ちょっとあんた何やってんだよ。ほら見て、わらけだけどドセンターバリバリ。じゃあ最後断続行きましょう。レッツゴー。じゃあね、今断続の方をセッティングしたので断続の餌を作っていきます。結構水深さ13尺いっぱいいっぱいぐらいだね。うん、ギリギリで取れました ね。じゃあまず作っていきます。粒線と粒線再利用 50cc ずつ混ぜます。吸水させますよ。はい。じゃん、餌が完成しました。断底用の裏書き、ばらけ具合見てみましょう。はい、じゃあいいですか。はい。やっぱボソボソしてんね。粒線と細粒と櫓だけか。そしてそこについてる食わせに落っこってく感じね、ボソッと。そうね、青残んない。さすが断底。じゃ行きましょうか。はい、行きます。じゃあ断底行きましょう。はい。浅棚とちょっと似てるな、やっぱり。あ、そう。断底にしたんですけど、竿が13尺で、ハリスが上が15センチの、すげえなまってるんですけど、45センチになります、下が。じゃあやっていきましょう。取れそうだな、この下。はい、切った。湧いてんね、魚が。だんだんいい感じになってきたんじゃない。いい感じだよ、これやばい、すごそう。お、だんだんいい感じになってきた。わ
ああ、そこずりの辺りって感じ。ナイス。断速を。いい当たり。負けてます13。あ、食ってる食ってる、いいじゃん。しかもちゃんと下に食ってない？素晴らしい。よかった。ちょっと見せてもらっていいですか？ちゃんと食ってる、ほら。よかったね。ちょっと飲んじゃってる。飲んでね、ほらここ。おめでとうございます。いやー、断続も良かったね、釣れて。結構チクッとした当たりだったね。うん、一回りぐらいヤグラの三種釣りパーフェクトコンプリート、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ありがとう。ありがとう。はい、バイバイ。じゃあちょっと僕は動画を作る関係があるので、早々と終わりにしましょう。そうね。はーい。はい、じゃあお疲れでした。新商品ヤグラということで、今日の午後1時ぐらいに購入して、もうすぐに白水湖さんに来て2時間ぐらい調光してみました、はい、2時間でさ、うん、浅棚ちょうちん断続をすげえ疲れた。でもそれでも釣れるっていうことは、このヤグラさんの魅力っていうのは多分すごく伝わったと思います。皆さんもぜひこちらのヤグラ購入してみてください、はい、じゃあももさん、今日はヤグラの最速レビュー、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。金山編集頑張ってね。はい、じゃあ今から頑張ります。バイバーイ。